昔昔あるところに子供を授かりたいと心から願う夫婦が住んでいました。ある日、魔法使いのおばあさんのところに相談に行くことにします。気を落とすんじゃないよ。志あるところに道ありじゃ。この種を持って帰って鉢に植え、忍耐強く待つといい。お礼を言い、喜んで種を受け取ると、お返しとしておばあさんにお金を渡しました。そしてまっすぐ家へ帰ると、種を鉢に植えます。鉢のそばに座って待っていると、大きな一本のチューリップのような花が顔を出します。花を見つめ、なんて美しい花だろう。そうつぶやくと、まだ閉じたままのつぼみに手を伸ばし、キスをしました。しばらくすると、花のつぼみが開き始めます。なんとその中に、可愛い女の子が座っていたのです。戸惑いながらも、その小さくて可愛い女の子を手に抱きます。なんて小さいのかしら。あなたの名前は親指姫よ。親指姫のためにくるみの殻でベビーベッドを作ります。スミレの葉っぱを布団にし、毛布はバラの花びらです。親指姫はすぐに新しい生活に慣れ、夜には専用のベッドで眠りにつきます。昼間はテーブルの上で歌を歌って遊びます。ある日の夜、いつものようにベッドで休んでいると、醜いカエルが窓際にやってきます。カエルはクルミの殻の中ですやすやと眠る親指姫を見つけて言います。ゲロゲロ。ああ、なんて小さくて美しい女の子なんだ。息子の友達にちょうどいい。すぐさまクルミの殻をつかむと窓から出て行ってしまいました。カエルの親子は近くの沼に住んでいました。そこには父親に似て醜い息子が父親の帰りを待っていました。息子は父親が連れてきた親指姫を見るなり、うなり声を上げます。ゲロ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 。静かにしてろ。この子を起こしでもしたら怖がって逃げ出してしまうぞ。いいな、ゲロゲロ。カエルの親子は小さな女の子を隠す場所を探します。父親はいい考えを思いつきます。いい考えがある。この子をあのハスの葉の上に乗せようじゃないか。そうすれば周りを水で囲まれて逃げ出すことはできないだろう。そう言うとクルミの殻の中に眠る親指姫をハスの葉の上に乗せました。朝になるとさんさんと照り注ぐ太陽に目を覚まします。親指姫は目覚めた場所が家ではなく水の上だったので怖くなって泣き出します。ここはどこなの？そこへカエルの親子がやってきます。ほら、新しい友達だよ。これからは深い沼の底で暮らすんだ。いいな。カエルの親子はクルミの殻でできた親指姫のベッドを取り上げると泳いで行ってしまいました。その時、水の中では赤い魚たちが一部始終を聞いていました。魚たちはこれほど美しい親指姫に対する醜いカエルの考えに全く納得がいきません。僕たちが助けてあげよう。魚たちは皆で力を合わせて親指姫が乗っているハスの茎を噛みちぎります。ハスの葉っぱが水の流れに乗り、親指姫は逃げ出します。川を行く親指姫を見て鳥たちも称賛の声を上げます。なんて小さくて美しいんだろう。途中、彼女よりも大きなコガネムシに出会います。コガネムシは親指姫をつかむと木の上に降り立ちました。突然連れ去られた親指姫は怯えます。あなたは誰？なぜ私をここに連れてきたの？やあ、こんにちは。私はコガネムシです。
君のような昆虫は初めて見たので、友達に見せたいと思ったんだ。そう言うと、他のコガネムシが木に集まり、親指姫を取り囲みます。言葉を失うほどの美しさに、コガネムシたちは嫉妬します。ははは、変な生き物だね。ネズミかい？羽もないのかよ。なんて醜いの？見てられないわ。さあ、もういいから、どこにでも行きなよ。こんな醜い生き物のそばにいたくないよ。親指姫は一人で夏を過ごし、花びらについた朝露を飲んで、飢えと渇きを癒しました。長い月日が流れ、寒さも一段と厳しくなると、夏服を着た親指姫には厳しい季節がやってきます。草原も辺り一面、枯れ草で覆われています。長い道のりを歩き、親指姫はその草原にやってきます。その枯れ草の下にネズミの家を見つけます。少しの食事にでもありつければと、家のドアをノックします。優しいネズミは彼女を家へと招き入れます。中に入るとネズミが作ってくれた食事をすべて平らげます。ネズミは親指姫を気に入りました。毎日お話を聞かせてくれるなら、冬が明けるまでここで暮らしても構わないわよ。喜んでネズミの申し出を受け入れます。今日はお客様が来るのよ。彼のもとへ行けばきっと満足な暮らしができるわ。ただね、彼は目があまり見えないの。最高のおとぎ話を聞かせ、彼と生涯を共にするのよ。しばらくすると、暖かい毛皮をまとったモグラが家へやってきます。親指姫はあまり嬉しくありませんでしたが、モグラをがっかりさせまいと歌を歌って聞かせます。フライフライテントウムシ素敵なドレス、結婚式に行くの綺麗な靴で。歌声を聞いてとても気に入ったモグラは彼女を家へ連れて帰ることにします。素晴らしいよ。わしは穴を掘りトンネルを作ってここに来たんだ。そこを通って帰って君に家を見せようではないか。親指姫は行きたくありませんでした。背中を押すネズミに負けついていくことにします。モグラのトンネルを行きます。その途中、羽に顔をうずめ、足を抱え込み、弱々しく地面に横たわるツバメを見つけます。こんな鳥は来る時にはいなかったんだが、きっとそこの穴から落ちてしまったんだろう。親指姫は森で頭の上を飛んでいた美しい鳥たちを思い出し、空のない地中での生活を悲しく思いました。ネズミとモグラが気づかない間にツバメにキスをします。きっと夏の間森でさえずっていた鳥たちの仲間に違いないわ。私を勇気づけてくれたもの。さあ早く来るのよ親指姫。夜になっても眠れません。枯れ草で布を織るとツバメのところへ行きかけてやりました。ミントの葉を濡らすとその額を冷やしてあげます。どうか良くなって、かわいそうなツバメさん。数日が経ち、ツバメのところへ行くと意識を取り戻していました。ああ、なんとお礼を言っていいかわかりません。あなたのおかげですぐにでも良くなるでしょう。すっかり元気になったら暖かい国にいる友達のところへ飛んで行けます。まだ外は寒いわ。ゆっくり休んで元気になって。親指姫はツバメにそう助言すると、花びらに落ちた朝露を取りに行き、それを飲むのを手伝います。そしてどうして翼が折れてしまったのかを聞くことにしました。仲間ほど早く飛ぶことができず、すっかり疲れてしまい落ちてしまったのだと言います。やがて春が訪れ、再び太陽が暖かく降り注ぎます。
ツバメが親指姫に別れを告げる時がやってきました。私と一緒に森へ行きますか？そうしたいけど、友達のネズミがきっと悲しむわ。彼女を残していけないもの。わかりました。でもきっとどこかでまた会いましょう。涙を浮かべながら去っていくツバメを見つめます。夏を目の前にして親指姫の不安が募ります。もう夏ですよ。毛皮のモグラさんはきっとあなたと結婚したいでしょうから、綺麗な服を手に入れましょう。冬になったら土の中で一緒に暮らすんだよ、親指姫。いいかい？わかったね。寒くて暗い地下での生活が始まる前に最後の太陽を見ようと親指姫は外に出ます。ちょうど部屋に戻ろうと振り返った時、鳥のさえずりに気づきます。空を見上げると、そこにはあのツバメがやってきていたのです。無理やり結婚しなければならず、太陽の光の届かない地下で暮らすことになるのだと話します。冬はもうすぐです。私たちは暖かい国へ向かう準備をしています。さあ一緒に行きましょう。あなたは命の恩人です。この時ばかりはこの提案を受け入れます。ツバメは親指姫を乗せて飛び立つと、雪に覆われた森を抜け、海を渡り山を越えていきます。やがて暖かい国にたどり着くと、そこは美しい場所でした。太陽がさんさんと降り注ぎ、空は輝いています。ここは私のふるさとです。さあ好きな花を選びなさい。なんて美しいのかしら。ツバメは花の上に親指姫を下ろします。その素晴らしい光景に親指姫は大喜びです。その美しさに見とれていると、花の中にキラキラと輝く小さな男性が座っているのが見えます。この花の妖精です。どの花にも花の妖精がいるのです。彼は人間の指ほどの大きさで、輝く翼と金色の王冠を頭にかぶっていました。このハンサムな妖精は、同じ大きさの美しい女性を見たのは初めてです。やあ君、名前は？親指姫です。妖精はかぶっていた王冠を手に取ると、親指姫の頭に乗せます。親指姫、私と結婚してくれるなら、あなたはこの花々の女王となり、幸せに暮らすことができますよ。辛い暮らしをしてきた親指姫にとって、これほど美しい場所で素敵な妖精に結婚を申し込まれたことがとても幸せでした。妖精は親指姫の手を取ります。すると突然背中に大きな2つの翼が現れます。親指姫は妖精の女王様になったのです。それからというもの、二人は末永く幸せに暮らしました。昔昔あるところに、三人の娘を持つとても裕福な男性が住んでいました。彼の三人の娘のうち、二人はとても欲深くわがままでしたが、もう一人は愛情深く優しい心の持ち主でした。ある日、父親の船が嵐で沈んでしまったという悪いニュースが届きます。かわいそうな彼は小さな家だけを残して全てを失ってしまったのです。二人の欲深い娘たちは納得できずに、ただただ愚痴を言って一日を過ごしていました。家事は全て妹に任せっきりです。しばらくすると、父親の船の一つが港に戻ったと聞き、すぐに確認に向かうことにしました。家を建つ前に、父親は娘たちに尋ねます。持って帰ってきてほしいものはあるかい？ドレスと靴に、ネックレスに、ブレスレット。お前はどうだい？何がいい？バラの花がいいわ。
長い長い旅の末、父親は港にたどり着きます。しかし船に残っているものは一つとして使い物になりませんでした。悲しみと疲れに打ちひしがれながらも家へと帰ります。彼が森に着く頃には辺りはすっかり暗くなり、雪が降り始め寒さに震えます。雪の中、何時間も馬を走らせなければなりませんでした。そんな時、森の中に明かりのついたお城を見つけます。彼は助けてくれる人がいるのではないかと思い、お城に入ります。なんともおかしなことに、明かりはついていて、テーブルには豪華な食事が並んでいます。煙突からは煙が見えましたが、人の気配が全くないのです。誰かいないかと呼んでみますが、応答はありません。ついに彼は待ちきれなくなり、テーブルで食事をします。そして2階のベッドで眠ることにしました。朝になって目覚めると、なんとそこには新しい服が用意されています。彼は下へ降りてきました。テーブルには美味しそうな朝食が並んでいます。この城は妖精のものに違いない。でなければどうして助けてくれよ。ありがたいことだ。彼が城を出ると、そこにある広い庭園にバラの花が美しく咲いています。せめて末娘の願いだけでも叶えられるのではないかと彼は考えました。バラを取ったその時です。大きなうなり声とともに地面が揺れ動きます。そしてライオンのような顔をした醜い野獣が木の陰から現れ、それを見た父親は驚きで気を失いそうになります。俺はお前を助けた。食事と新しい服も与えてやった。それなのにバラを盗もうというのか。これが感謝の気持ちか。膝をつき命乞いをします。そして娘のためにバラを持って帰ってやりたかったことを話しました。お前がやったことを許すことはできない。許してください。お前を許すには一つ条件がある。娘に話すんだ。お前の娘の一人がここで俺と暮らすことを受け入れるなら、お前の命だけは助けてやる。彼は馬に飛び乗り家路を急ぎます。家に着くと、欲深い二人の娘たちは父親の恐ろしい話を聞きますが、野獣の要求については聞こうともしません。しかし末娘は違いました。お父様、私野獣のところへ行ってもいいわ。二人の姉はバラを欲しがった妹が悪いのだと思っていたので、すぐさま彼女に賛成します。父親は悲しみに暮れながら末娘を連れて城へ向かいます。お城に到着すると、すべてが前と変わらず、食事は用意されていて、二人の他に誰もいません。テーブルにつき食事を始めると、そこに野獣が現れました。末娘は恐怖に怯え始めます。父親から聞いていた以上に恐ろしかったからです。野獣は優しく尋ねます。ここには自分の意思で来たのかい？はい、そうです。明日の朝、父親はここを立つんだ。二度と帰っては来れない。次の日、彼女が目覚めた時には父親はいなくなっていました。そしてテーブルに用意された朝ごはんを食べると、外へ出て庭を散歩してみることにします。しかしそこにバラを見つけると、父を思い、とても悲しい気持ちになりました。城の中も見て回ります。
そこには美しくバラで飾られたドアがあり、中を覗いてみたくなった彼女は扉を開け部屋へ入ります。その部屋には彼女が欲しかったものすべてが揃っていました。たくさんの本に美しい花、それに楽器。彼女はこの部屋は誰かが飾りつけたのだと考えました。机の上の本の表紙には金の文字でこう書かれていました。私のお姫様、望むものすべて叶えて差し上げます。望みは父に会うことです。彼女がそうささやくと、父親の姿が鏡に浮かび上がったのです。彼女は驚きます。父親の姿を見て幸せな気持ちになりました。その日の夜、野獣が再び現れます。下へ降りて行ってもいいかい？あなたの城よ、なぜ聞くの？いいえ、ここはあなたのもの。君が望むなら俺はここを出るよ。彼女はその答えにとても驚きます。聞きたいことがある。俺は醜いと思うかい？何と答えてよいか分かりませんでしたが、顔を上げ彼を見ると首を縦に振りうなずきます。じゃあ俺と結婚してくれるかい？その時ばかりはすぐさま答えます。いやよ。野獣は悲しそうに背を向けると部屋を去っていきました。野獣は夜食の時にやってきては、彼女に優しくもてなします。そんな日が続いて、彼女は少しずつ野獣といることに慣れてきました。彼が醜くなければいいのに。それから数ヶ月経った頃、彼女は野獣を恐ろしいと思わなくなっていました。むしろ彼を好きになり始めていたのです。しかしある日のこと、鏡の中に病気の父親を見ます。すぐさま野獣のもとへと駆け寄ると、父の看病のために家に帰りたいと訴えます。もちろん行きなさい。だがもし君が帰ってこなければ、俺は悲しみで死んでしまうだろう。一週間したら帰ってきます。約束するわ。野獣は彼女に指輪を渡します。指輪をサイドテーブルに置いて眠りにつけば、お城に帰ってこられるというのです。次の日の朝、彼女は父親の家の自分の部屋で目覚めます。すぐさま父親の様子を見に行きました。娘との再会に父親はとても喜びます。午後になると、結婚して家を出ていた姉たちが父親の様子を見にやってきました。妹が家で幸せそうにしているのを見て、二人は彼女を妬み、苛立ち始めます。そこでちょっとしたいたずらをしてやろうと考えます。彼女をここに引き止めましょうよ。そしたら野獣が帰ってきて、彼女を殺すわよ。二人の姉たちは離れたくないと言って泣きながら妹に訴えます。そうして彼女はもう一週間滞在することを決めました。しばらくすると、野獣がいないことを寂しく感じるようになっていました。ある日、彼女は野獣がお城の庭で倒れている夢を見ます。彼女は飛び起きます。私がやってることは残酷で利己的だわ。そしてすぐさま指輪を抜き取ると、サイドテーブルに置いて眠りにつきます。次の日の朝、野獣のいるお城で目覚めました。彼女は一日中野獣を待っていました。しかし彼は現れません。何時間も何時間も待ちますが、野獣は戻ってきません。突然、彼女は岩に向かって駆け出します。彼女が夢で見たのと同じように、野獣は庭に倒れていたのです。野獣のもとへと駆け寄り、彼を抱きしめます。心臓の鼓動はまだ聞こえます。彼はほんの少し目を開けると、苦し紛れに話し始めました。戻ってこないと思ったよ。大
べるのをやめて死のうと思ったんだ。私はあなたを愛しているわ。あなたと結婚したいの。その時です、不思議なことが起きます。突然お城が美しく輝き出したのです。彼女は驚いて顔を上げ、立ち上がって辺りを見渡します。するとそこにいるはずの醜い野獣はどこかへ消え、そこにはハンサムな王子が横たわっていたのです。彼を見て彼女は泣き始めます。あなたは誰なの？彼はどこへ行ったの？王子は立ち上がると話し始めます。私こそがあの野獣です。邪悪な魔女の魔法で野獣に変えられてしまったのです。君が結婚したいと言ってくれなければ、永遠に私は野獣のままでした。これを聞いて彼女は喜びます。彼女の優しい心が真実の愛を見つけたのです。そして二人は結婚し、いつまでも幸せに暮らしました。